マジで悲しい俺は。なんで?1 時間も待ったんやで、こっちは。ツイートして。で、普段ね、よくあるの、俺と有坂で、ランクとかカジュアルとかやりてえなーって、あの、あと1って募集して、はいはい、結局2時間ぐらい待って誰も来ん。みたいなのは、もう本当に頻繁にあるの、俺と有坂。ていうか、なんなら来るときがほぼないまであるんやけど。はいはい。まさかこんなかってなったよね。うん。びっくりしちゃった。受け入れるしかない。俺たちは多分無理なんだ。うん、ツイッターで嫌いなんじゃないかなって俺多分。浮いてる俺ら。エイペックス界隈で多分嫌われてるんじゃないかって錯覚してきた。錯覚してきたっていう言葉を使うのもちょっと嫌になってくるぐらいの。うん。もう嫌われてるって言い切りたい。いや違うと思うよ。だるまと有坂が仲良すぎてなんか嫌なんだよ。他の人たちは。いやでも俺一人でも募集しても来んで。いやだるまはシンプルに嫌われてる。あお前こらお前こら。あじゃあだるまといるから俺来ねえか。いやそうよ。あお前こら。二次災害起きてる。二次災害マジか。あこらお前ら。一人で募集しよう。怖いもんだるま普通に。えこらなるほどね、そういうことか。怖くないでしょ。うん、いや俺たちは怖くないよ。一緒にプレイするって言ったらきついよ。やっぱり。初見の人は怖いかもしれない。もしかしたら怖い。なんかその。俺だって一番最初怖かったもん、前のこと。いやでも、だから、そのなんか、近づくのオーラ出てるとか、なんか、そのなんかよくわからんイメージを持たれてたけど、最近ね、あの、あったエペ祭りっていう大会あったやんか。あったね。レイド君から誘われて、DM で。で、俺がもうめっちゃ、うん、もう人に何かを誘われるってほとんどないからさ、本当に。うん。嬉しくて、もうこっちは。もうこっちは喜んじゃってさ、でレイド君と話した時になんか、うん、俺全然何も誘われやんからもう本当に嬉しかったって言ったら、レイド君はね全然ドルマさんフレンドリーだから誘いやすかったって言われた。それ政治やる。社交辞令。受け入れんのよ。くっそビビりながら DM 送ってたってこと。うん、やばいって。あ、怖い。あ、落ちちゃった。ってなってたよ、多分。だから泣きながら送ってたよ、多分。俺嬉しかったよ、それ言われた時。誘われたし。マジでないからさ、人から物を誘われるって。嬉しいよな。DM 来ると、なんかやりませんかって来た時。あ、全然やるって。なるもん。めっちゃ笑顔になるその瞬間、マジで開いたとき。あ、全然やるって言うもん。